はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はファイナルファンタジー14解放戦争戦後編第56回撮っていきたいと思います。さて、現在ラールガーズリージに来ておりますが、ちょっと納品をしていこう。多分次でレベルが上がるはずなんです。さて、納める。今回奥様に出会えるのかな。どうだ。シャメイさん、ご協力ありがとうございます。おかげさまでたくさんのゴールド操作の景品が集まりました。この景品があれば遊戯場も盛り上がることの気配です。シャンメイさんが納品してくれたゴールドソーサーの景品、大人気で遊戯場が白熱しているようですよ。おかげさまでまとまった資金ができました。以前にお伝えした通り、今回はコンラッド隊長の奥様に給付金を直接お渡ししに行くつもりです。それに加えて、いつぞやにお話ししたメフリットの採取の所在もつかめました。そちらも訪ねて給付金をお渡ししたいと思います。メフリットもコンラッド隊長もシャンメイさんとご縁がありました。ぜひともご同行していただければ幸いです。まずは一行していただき、同行してもらえるならばもう一度声をかけてください。あ、どれか選ぶのかな。あ、全部もらえる。あ、はいはい。わお。さあ、給付金事業の救い主と感じ始めたそうです。さあ、メナーゴの信頼ランクが上昇しました。あなたのことを給付金事業の救い主と感じているようです。お得意様取引のストーリークエストが発行されました。メナーゴから受注してください。クエストをコンプリートすることで納品リストが更新されます。ちょ、話を聞いていこう。レベル60クエスト、残された人々。ラールガーズリーチのメナーゴは冒険者の返事を待っているようだ。受注。よかった、ご同行してもらえるようですね。まずはメフリットの妻子のもとへ向かいましょう。彼女らは荒霧に住んでいるとのことです。私は支度をしてから向かうので、現地で合流しましょう。わかったです。じゃあ現地まで、荒霧までワープです。さて、やってまいりました荒霧。久々ですね、ここ。そう、じゃあゲイダさん、一体何の用だい。店を抜け出してきてるんだ。手短に頼むよ。はにかんだ少女さん。お兄さん誰。ゲイダさんが奥さん。美奈子さん。シャンメイさん、ご足労ありがとうございます。こちらがメフリットの奥様ゲイダさんとその娘さんです。早速給付金をお渡ししたいと思います。でも、みんながみんな喜んでくれるかどうかだよね。こちとらカツカツの生活なもんで、給付金をもらえるなんて願ったりだけど、私がそれを受け取るわけにはいかないね。なぜならメフリットとはとっくに離縁しているんだ。だから私は遺族じゃないんだよ。そんな、なぜ離縁されたのですか。ふん、あいつは自分が解放軍に参加すると身内にも危険が及んでしまうからとか言ってたけどね。本当のところ解放運動に妻子が邪魔だったからに違いないよ。祖国のために戦うなんて聞こえはいいけど、私と娘は体よく捨てられたってことさ。メフリットは断じてそんなつもりじゃなかったはず。今日はもう一つお渡ししたいものがありました。
これを受け取ってください。これはメフリットのお守りです。こちらのシャンメイさんが回収してくれました。アラミゴ人のお守りといえば海神ダールガーの神父ですが、彼のお守りは小さな木彫りの母子の像だった。きっとゲーラさんと娘さんを模したもの。メフリットは亡くなるとき最後まで大事そうにそのお守りを メフリット、すみませんでした。でもこれで真実は分かっていただけたはず。給付金、娘さんのためにも受け取ってくれますね。どうもありがとう。すまないね。大事に使わせてもらうよ。アラギリは帝国兵相手に商売をする町でした。だからこそメフリットはここに残る妻子を守るため別れて他人になることを選んだようです。私たちにすら一切家族の話をしなかった。仲間思いの彼は家族思いでもあったんですね。さて次はコンラッド隊長の奥様です。彼女は隊長が解放軍に参加するとき身の安全を考慮して山奥の乾燥に避難しひっそりと隠れ住んでいました。ですがアラミゴが解放されたことでようやく出身地のアラミガンクォーターに戻られたそうです。それでは現地に向かいましょう。なるほど。まあまあアラミガンクォーターってほぼアラミゴだよね。じゃあアラミゴまで向かいますか。さてやってまいりました。アラミガンクォーター、こちらの方がグレーデさん、奥様ですかね。じゃあメナーゴさんに話をしていこう。シャメイさん、こちらがコンラッド隊長の奥様グレーデさんです。早速給付金をお渡ししましょう。復興に向けて大変な時にこんな年寄りを気にかけてくれてどうもありがとう。あなたがシャーメイさんですね。夫の悲願であったアラミゴ解放を成し遂げてくれたこと本当に感謝しています。どうもありがとうございました。足を悪くされているのにこれ以上の立ち話は禁物です。お座りください。グレーデさん、ごめんなさいね。昔から足が弱くて戦うこともできなかったの。それではお言葉に甘えて失礼します。それにしてもナーゴさん本当に優しいのね。初めて会うというのにずっと昔から知り合いだったみたい。あの人ったら会うたびに必ずあなたの話をしていたんですもの。私たち夫婦はね、残念ながら子供ができなかったの。だから夫はあなたのことを実の娘のように感じていたみたい。コンラッド隊長には本当によくしてもらいました。だからその恩返しをしたかったんです。給付金の他に何か私にできることはありませんか。いえいえ、もう十分ですよ。それに最近とある若者が私の世話をしてくれているの。あら、噂をすれば。どなた？おや？グレーデさん、買い物を済ませてきました。あれ？あなたのその声、
どこかで聞き覚えが。そうだ、スペキュラー・インペラトリスでコンラッド隊長が説得して投降したドクロ連隊の。でもタワーの倒壊で全滅したはずじゃ。あんた耳がいいんだな。そう、俺の名はフルドルフ。確かにドクロ連隊の一員だよ。生き残ったのはただの偶然さ。メインタワーの崩壊に巻き込まれ気を失っていたんだが、瓦礫の合間にわずかな空間があって奇跡的に助かったんだ。じゃあなぜこんなところに。味方殺しの帝国軍に戻りたくはなく、かといって解放軍に捕まることも怖くて逃げ出したのさ。その後は正体を隠して難民の一人として過ごしてきた。だけどある時、噂で俺たちを説得してくれた解放軍の隊長がスペクラの戦いで死んでいたって話を耳にしてな。解放軍の重要人物の身内は反乱分子狩りの対象だったから、グレーデさんの名前だけは覚えていた。だから正体を隠して近づいて手伝いを申し出たんだ。罪滅ぼしってわけじゃない。だが一度はあの隊長さんに身を預けると誓ったからな。こうして裁きの時が来るまではできることをしようと思ったんだ。ふふふ、正直な人だと思うでしょ。普段は仮面をつけていたのだから嘘を突き通せばいいのに。この話、私を訪ねてきた時も自分からしてくれたのよ。私としても夫が説得して生き残ったというのなら、これも何かの縁だと思ってね、申し出を受け入れたの。とはいえ解放軍の闘志が現れた以上ここまでだ。投降するよ。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。いいえ、あなたはこのままグレーデさんの助けになってあげてください。私もあなたのことは口外しません。なぜそんな。私の友達がこう言ったんです。誰かが先に矛を収めなければ戦いは終わらないって。だから復讐の連鎖はここで止めておきましょう。ありがとう。私からもお礼を言うわ、ナーゴさん。見逃してくれてありがとう。あの時コンラッド隊長がドクロ連隊を説得したことは無駄じゃなかったんですね。すみません、なんだか投げてきちゃいました。あらあら、泣かないでナーゴさん。夫は死んでしまったけれど、私には新しい家族ができたの。だから悲しむのはもうやめにしましょう。ナーゴさん、あなたにも家族がいるのでしょ。だったら戦いが終わった今こそ心配をかけた家族、特にご両親のことも気にかけてあげなさいな。はい、これからは親孝行をしたいと思います。すみません、帰りに寄り道してもいいですか。ここのところ忙しくて里帰りもしていなかったので、ピーリングストーンズに寄っていきたいんです。ありがとうございます。それでは私の父であるメイナツヌンに会いに行きましょう。この間の会話とかあるのかな。フルドルフさん、フォルドラさんは捕まったそうだな。今回は見逃してもらったけれど、俺もいつかは裁かれることを覚悟しているよ。グレルさん、いただいた給付金の工面もあなたが協力してくださったそうですね。本当に感謝してもしきれません。いいんだよ。じゃあピーリングストーンズに
言っていきますかね。さて、メゾクの里ピーリングストーンズへやってまいりましたが、メイダツヌーンさんに話を。おお、我がメゾクの誇りナーゴではないか。解放者も一緒とは、よく来てくれた。よし、早速宴の準備だ。ちょっと父さん、今日は用事ついでに寄っただけだから、すぐに戻らないといけないの。それに、メゾクの誇りだなんてよしてよ。恥ずかしい。そうか、長居できぬとは残念だな。しかし、お前は悲願を成し遂げたのだ。我がメゾクの誇りであることは間違いないぞ。そうだよ。解放軍で活躍したナーゴ姉さんはメゾクの出世頭、僕たち姉妹の憧れの的なんだから。ベドジナ大橋の軍旗を掛け替えた時の話なんて、まさに語り草ってやつだよ。あのシーンは本当かっこよかったよね。あとは料理さえできれば完璧なのにね。ハトワさんどうしたんだい。あ、言い忘れるところだった。父さん、また矢が足りなくなってきてるんだ。でもこの辺りにはもう矢に適した木が残ってないし。帝国軍が去ったとはいえ、その支配下の20年間でこの辺りも荒れてしまったからな。足りない物資は獲物を売って町で買うほかないだろう。かわいいな。なんか服装かわいくない？そうだ、実は私、戦没者遺族のために給付金を送るという事業を始めたの。その資金を集めるために商取引を始めたのだけど、もしも不足している物資があるなら私が集めてくるから買い取ってもらえない？ほう、ナーゴが商売を。確かに慣れぬ町で粗悪品をつかまされるくらいなら、信頼できるお前から仕入れる方が安心というものだ。私としても取引先が増えるのは歓迎だもの。それじゃあ今後ともご贔屓くださいな。シャメさん、寄り道にまで付き合ってくださってありがとうございます。それではラールガーズリーチに戻りましょう。なるほど、この間セリフは違う。戦没者遺族のための事業とは立派になったものだ。あとは良きヌンとの出会いがあればいいのだが、お前が縄張りを得てヌンとなるときはぜひ教えてくれ。おう。ハトワさん、母親としては何よりも娘の生還が嬉しいものです。でもこれ以上望むのは贅沢というものでしょうか。まあそうやな、心配だよね。やっぱずっとさっきのこの子か、なんかね、肌の色と服とね、なんか感じ、喋り方が可愛い。解放軍で活躍したナーゴ姉さんはメゾクの出世頭、僕たち姉妹の憧れの的なんだ。でも昔から料理だけは点でダメなんだよね。かわゆ。よし、じゃあラールガーズリーチへ。ワープ。さて、ラールガーズリーチへ戻ってまいりました。メナゴさんに話をしている。シャンベイさん、遠いところまでご足労ありがとうございました。さて、次の取引のお話をさせてください。先ほど、私と父の会話を聞いていたかもしれませんが、次に取引をお願いしたい収集品はメゾクの日用品です。取引先は身内でも、もちろん代金はしっかりもらって給付金の資金にさせていただきますよ。
それではシャンメイさん、メゾクの日用品の納品よろしくお願いします。コフリー、まあ納品をしてきますか。さてこれ納品したら今回は終わっておこうかな。よいしょ。皆さんいらっしゃいませ。シャンメイさん、戦没者遺族のため、そして家族のため、今日も頑張りますよ。というわけでまあ作ってきましたが、伝統的な狩猟生活を続けるメゾクに必要な品々ばかりでとても助かります。きっと父も母も姉妹たちも喜びますよ。それでは僭越ながら納品物を拝見させていただきます。ああ、なんて出色の一品でしょう。きっとメゾクのみんなも気に入るはずです。まああとはセリフ一緒かな。コンプリート会話は一緒かな。レベル好感度が上がってるけど多分一緒かな。会話はどうだ。たくさんの納品ありがとうございます。さすが腕利き職人ですね。今後とも何卒よろしくお願いします。さあ消費しました。レベルが上がりましたね。これで紅さんの方にも納品できるな。レベル62からだもんね。あとはちょっと終わる前にね、さっき購入したギャサラースクリップかなんかで購入したやつかな。あれ使っとこう。そうなんだよ。これ。ガールガーズリーチで買えますね。鉱物伝承録、ギラバニア。他のエリアもありましたけど、とりあえず、結構必要だったのでね。スクリップが250いるのかな？じゃあ使う。伝承録。これで伝承録を使うことで、今まで取れなかったものが取れるようになるはず。今回はここまでかな。よし、ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はどうしようかな。何かやっていると思います。メインクエかな。いや、待って。ちょっとね、次回は、前に DD をちょっと、一緒にやってもらって、一応クリアしておりますので、ディープダンジョンの方の50回以降のムービーとかを、とその後の会話ですね。それを次回は、まあ、やっていきますかね。まあ、やっていくとかも編集していきますかね。では、失礼します。